はい、どうも皆さんこんにちは、ポジャと申します。今回乗っていく船はティア6パンアジア巡洋艦のファンフーです。マップは太平洋制圧戦、空母ありのランク戦ですね。現在ティア6でランク戦が行われておりまして、かなりファンフーの使い勝手がいいので動画にさせていただいております。まず、ファンフーの強い点いくつかあるんだけど、もう1個目に、今ちょっとね、どうしてもね、巡洋艦が弱いです、ランク戦。てか、ティア6体はしょうがないんですけど、まだ巡洋艦の火力等が足りてなくて、正直、巡洋艦弱いんですよ。で、戦艦が強い。で、その戦艦に対して強い、駆逐艦が強いという構図になっていて、で、まあ、駆逐艦はその戦艦に強いだけじゃなくて、キャップ争いで、キャップにも絡んでいけるので、まあ、かなり、重要な艦種となっていて、で、本来駆逐艦とかのアンチになるはずの巡洋艦がパワー不足で駆逐艦にもちょっと勝つのが怪しいので、ちょっと残念ながらという形になっているんですけれども、対面にその巡洋艦枠を召喚しながら自分はファンフが、ファンフに乗ってチーム貢献ができるという点が強いです。で、このティア隊まだレーダーがないので、そのスモークが強いんですよね。スモークのアンチってレーダーなんですけど、そのレーダーが存在しないので、なのでスモークを出せる駆逐艦はもちろん、スモークを出せる巡洋艦も強いです。で、スモークを出せる巡洋艦が強いっていうと、他にも候補いくつかあるんですよ。パースとか、リアンダーとか、もろもろいるんですけれども、その中でファンフーが秀でてる点が、一つあるのが対空が強いっていう点ですね。この2つのおかげで、ちょっと正直巡洋艦仕事ないんですが、駆逐艦の代わりができることと、対空援護で味方の駆逐援護等ができるという、この2つが、チームの貢献度合いとしては高いという感じです。なので、かなり使い勝手がよく強いかなというところです。今16戦ぐらい乗ってるんだけど、勝率が7割ぐらいかなって感じです。で、ただじゃあどんな時でも強いのかっていうと、そういうわけでもなくて、ちょっと乗り方気をつけなきゃいけないのが、HP がそもそも多くないし、装甲も決して硬い部類ではないので、非常にね、 HP 管理は大事です。で、具体的にどう大事かっていうと、煙幕を持ってる時、もしくは煙幕を使ってる時はある程度アグレッシブに行ってもいいんだけど、そうじゃなくなったらしっかり隠蔽に入って、戻ってこれるようにする必要があります。なので、スモークがない時はしっかり引いて、ちょっとね、クールタイムが長いんですけど、2分ぐらいかかるかな。なんで攻撃に転じているタイミングがそんなに多くないっていうのは一応弱点の一つであるんだけど、そこに気をつけつつ、しっかり HP を残しながら立ち回れると非常に強いので、ぜひ皆さん乗ってみてくださいという感じです。もちろんね、 AP 攻撃、戦艦の AP 砲も痛いし、他の巡洋艦とかからの HE も普通に痛いです。で、よだめを頑張ろうとするんじゃなくて、チームへの貢献度を考える感じですね。で、一番チームへの貢献ができるのは、駆逐援護から駆逐有利を取ってあげること。味方の駆逐についていって、味方の駆逐が空母に攻撃されないように対空の傘作ってあげたり、味方駆逐が見つけた駆逐に対して攻撃を当ててあげるという感じですね。幸い結構弾道が優秀で、かなり攻撃は当てやすい部類だと思います。なので駆逐援護をするっていうのが1点で、もう1個が、スモークを使ってキャポを取る。これも2つ目大事な役割になります。で、3つ目の役割はこうやって、その味方艦艇の近くにいて対空圏を作ってあげると。このどれかがどれもできないっていう戦場はないと思います。で、今言っていただいた順番で優先、今言っていった順番で、立ち回っていただければって感じです。一番優先したいのは、味方駆逐の援護で、2番目がキャプ優位、3番目に味方対空援護、この順番で、やっていただければと思っております。今回は、味方戦艦が下に多かったので、そこの対空の傘をやりつつ B キャップを取るっていうことをやってました。これ大丈夫かな。うん、ちょっと怖いね。でもこういう時もしっかり煙幕使って、HP 温存しながら立ち回るという感じです。で、一応
火力補佐もできますが、正直このティアの巡洋艦、特にファンフの火力はそこまで高くないのであんまりですね。なんで今は僕はその対空の傘という、対空援護を味方にしながら、まあちょっとダメージ出すかなみたいな感じでやっております。で、ファンフのこのスモークは移動式煙幕といって4分の1までのスピードだったら出しながらでも自分の、隠蔽を保つことができるというスモークですね。それよりも何よりも味方戦艦が攻撃されている飛行機をに攻撃ができて、反復攻撃を少しでも下げることができるという点がというかなって感じですけれども、ちょっと危ないですね。ちょっと味方がどっちも死にそうですね。駆逐艦が見えたら駆逐を撃ちましょうか。なかなかやっぱね、ゆだめはしょっぱいですね。今まで十何戦回やって一番ゆだめが出た試合は5万ちょいですかね。でも浸水が起こった後に火災コンボを入れてという試合でした。ゆだめ自体はそれくらいしか出ないかなというところです。このまま今度は押されるので、キャップ防衛だけする感じですかね。木が切れるんで1回おとなしめになります。でこの木が切れてから2分40秒間はおとなしくするタイミングですね。対空だけしましょうか。で幸い上側は取ってくれてるんで、とはいえちょっと戦力が足りないかなって感じですけどね。これで味方がいなくなったんで、2分間は下がるしかないですね。イカルスがやれればって感じですかね。イカルスをクリボに見つけてもらって倒して、でその後戦艦とかが踏みに来たらうまくあのキャップ防衛だけし続けるっていう感じだとまだワンチャンあるかなって感じですが、ちょっと厳しいですね。スモークがない状態で戦艦に見つかってるんで。見に行ってはくれそうかな。ちょっと HP 残りすぎなんだよな、でもな。ブジョンヌイが HP 削れてますね。打ちながら下がりましょう。まあでもこの状態になってもやることがあるんで強いかなとは思いますけれども、よいしょ。巡洋艦同士だったらねなんとかなるかなって感じですが、戦艦相手がどうにもならないですね。まあでもこの距離で引いていればこんなに戦艦砲当たらないですし、スモークがあと23秒後に戻るのでもう一回なんかできますね。とりあえず駆逐打ちましょう。で次はキャップに入ってくるイズメルですか。ただこのイズメルを倒すのかなり厳しいですね。あの駆逐も落とせはしないかな。キャップも取られてはいけないんでカットをしましょうか。とりあえずよいしょ。これ以上下がりすぎると一斉に踏まれた時にカットもできなくなってしまいますね。
ワンチャンね、ワンパンされかねないんですよ。いた。できる限りカットしますが、厳しいですね。発電装置始動。防衛リボンはとっても美味しいですけどね。ここまでですかね。やれることなくなっちゃいましたね。目もなくなっちゃったし。まあでもかなり鬱陶しい巡洋艦できてるんではないでしょうかね。負け試合の時には自分ができることをやってなるべく稼いでいく感じですかね。もうちょっと頑張ればあれだったかな、ワンチャンキャップを守り続けることができたかな。ここまで引き打ちしてもやっぱ4万ダメージぐらいですか。エイグルが落ちたらいよいよ希望がなくなりますね。落ちそうだな。でもリセの引き打ちかなり弱いんで、もう一回リプッシュしましょうか。でもちょっと時間がないかな。前方に魚雷確認。まあやれることはやったかなって感じですね。こんな感じで、まあ、かなり強いので多分セーフスター取れたんじゃないかな。取れましたね。はい、こんな感じでいかがだったでしょうか。ちょっと負け試合ですけれども、また別の勝ち試合あげれられたらと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな形で、ワールドウォーシップスの解説動画実況プレイを上げております。もしよければチャンネル登録高評価で、応援していただけると嬉しいです。またコメント等でリクエストも募集しております。もしよければコメントお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ポジェでした。バイバイ。